どうもシュートです。さあ今回も e フットボールアプリの動画撮っていきますけれども、今回は今週おすすめの選手をちょっと紹介していこうかなと思います。ライブアップで良くてかつしっかりとガチスカでも使えるような選手を、まあ今週おすすめのフォーメーションに当てはめていって、まあ今週僕が使うガチスカも紹介しつつ、まあ最後に時間あればちょっと試合もやっていこうかなと思います。まあ今週はちょっとね、 CF の選手はライブアップでいい選手少ないかなって印象は受けましたね。ざーっと見たんですけど、まあなんかめっちゃ強いラインブレーカーとかもあんまいなかったんで、 CF はやっぱりエピックとかレジェンダリー使った方が無難にいいですかね。まあその他は結構いい選手がいるんで、ぜひね最後まで見ていただけたらなと思います。ではまず今週僕が使うガチスカっていうのはこの4222の、まあ、初期のサイドハーフ型のやつ、まあちょっとこれでいこうかなと思いますね。まあ今エピックはキーパーのシュマイキルしか入れてないですが、エピックありのガチスカも見せていきますけれども、ではまずねちょっと前線の選手、フォワードの選手から見ていきましょう。まあ今ムバッペとディバラなってますけど、ムバッペはまあ C ですけど、まあワールドカップビッグタイムのムバッペ持ってない方は今週本当にいい選手がねフォワードあんまいないんで、まあムバッペ使っとくのがいいんじゃないかな。でまあディバラに関してもコンディションの波大きいなんで、ライブアップで A でもね不調を引いたりするんで、まあ控えに絶対に CF の選手っていうのは置いといた方が良さそう。でちょっとイーフとハブでもねライブアップで良くておすすめそうなフォワードを見ていこうと思うんですけど、やっぱハーランドとかベンゼマあたりぐらいしかね今週はいい選手、ライブアップでいい選手いないかな。ハリーケインとかちょっと環境には合わないし、まあオシメーンもねそんなに強くないんですよね。まあオシメーンもね結構好き嫌い分かれるかなって使用感なんで、あんまおすすめはできないし、まああとスパサブグリーズマンとか、まあスパサブイカルディもまあまあいいっすかね。スーパーサブはねぼちぼちいるんすよ本当に。ただ CF で使えそうな選手っていうのが、まあもう総合値92とかなってきたらねガチスカも厳しいと思うんで、フォワードは本当にエピックを使ってください。では次中盤ですね。僕はカドゥオール、ペドリ、ファビーニョ、ジェリニスキを入れてますけど、まあこれに関しては普通にエピックありのガチスカでも入れれる選手たちばかりかなと思います。まあベンチにも4人入れてますね。デパウル、ディマリア、エンソ、フェルナンデス、バレラということで、まあ、本当中盤の選手は今週めちゃくちゃいいんで、エピックなしでも余裕でやっていけそうですね。やっぱジェリニスキーとかもねサイドハーフで使うとめちゃくちゃ強いですね。 OMF とかでも全然いいですけど、やっぱダブタで抜いていけたり、コンカ打てたり、ワンシューワンパもあって、スルーパスもあって、でアウトスピンもあるんで右側にも置きやすいし、まあ操作感的にもスカットの入れやすさ的にも最高の選手かな。まあ、あとエンソフェルナンデスも結構いいですかね。今週ライブアップで A でボックス2ボックスの選手なんですけど、まあ中盤だったらドリブル能力これぐらいでもやれるし、パス系もまあぼちぼちで決定力結構高いですね中盤の割には。で守備もそこそこ、足の速さもそこそこで、フィジカルは結構強めで、足裏コントロールとか、今回ワンシューワンパスルーパー持ってて、スーパーサブ持ってるんで、やっぱ後半から出したら結構使いやすかったですね。今週は普通にありなんじゃないかなと思います。ではイーフとハブでもちょっと中盤の選手見ていきますかね。まあロドリとかも普通にいいし、デブライネ、キミキもまあぼちぼち、今あとベルナルド・シューバとかもいいし、トニー・クロスのスーパーサブですね、当てた人は結構ありなんじゃないかな。僕もエンソ・フェルナンデスよりもクロスを中盤のスーパーサブとして使いたい気持ちはありますが、これやスーパーサブとかもいいですかね。もう本当に中盤はめちゃくちゃライブアップで優秀やね。アンギサとかも A なんでものすごいおすすめですし、中盤は結構迷うことはないんじゃないですかね。では次ディフェンスライン見ていきましょう。ダニーロ、トミヤスさん、サリバ、パバールということで、まあ、今回初めてガチスカに入れた選手は2人ですかね。ダニーロとサリバということで、この2人はエピックありのスカットにも入ってますね。まあ、まずダニーロに関しては攻撃的サイドバックで両サイドバックできるんで、まあ、そこ非常にいいですし、まあ、攻撃的サイドバックにしては守備能力も結構高くなって、足も速くてフィジカルもそこそこって感じなんで、まあ結構使いやすいんじゃないですかね。使ってる人もねたまにいますけど、僕はちょっと今週初めて使いましたが全然違和感なく使えました。スキルもピンポイントクロスであったり、インターセプト、あとはブロッカーも持ってるんで、ブロッカー持ちのサイドバックってほんと少ないと思うんで、その点も非常にいいですかね。でまああとサリバ A、 これはちょっと今週使った方が良さそうですね。身長でかいんで、まずねコーナーの時に上げれるっていうところもいいですし、プレースタイルはビルドアップで、まあ能力は足元能力とかはそれはないですけど、まあヘディング低いですね。じゃあコーナーの時上げん方がいいんかな。でもまあ身長高いんで触れるっちゃ触れるでしょう。でディフェンスセンスがめちゃくちゃ高いんで、やっぱりタッチ位置とか反応の速さ、インターセプト結構しやすいかなって感じはしますね。身長でかいんでそもそも足長いっていうのもあるし、今週入れてて結構大量得点もまだしてないんで普通に使いやすいかなと。でスピード瞬発力も全然あって、フィジカルもまあ最低限あるし、ヘッダーマンマーク、インターセプト、ブロッカー、エアバトルということで、まあ守備系のスキルほとんど網羅してますね。もうほぼ完璧に近いセンターバックと言っていいでしょう。ではちょっとこっちでも見ておきましょうかね。まあデリフトとかももちろんいいかな。あとまあ組んでの右サイドバックのやつ、中間 FP のやつですけど、これもまあサイドバックで使うなら結構いいんじゃないですかね。ピンポイントクロスも確かついてましたし、まあヘッダーマンマーク、インターセプト持ってて、ブロッカーとかもあるんで普通に足も速いし優秀なサイドバックとして、ただこっちの組んでだったらまあピンポイントクロスとかはないんで、まあその辺は注意は必要ですけど、能力的には全然こっちでもやれるとは思います。まああとパウトーレス A ね、パウトーレス先々週ぐらい使ってたかな。まあ全然悪くはなかったですけど、まあやっぱインターセプトはあった方がなんかちょっと安心できる
なっていう気持ちもあるし、まあシンプルに今週はサリバが使いたくなったんでパウトーレスは、まあ今はベンチに置いてますけど、まあ別にガチスカでも使って良さそうですね。まああとは僕的にはこのブレーメルとかもものすごい推したいですし、まあとにかくライブアップであったら先週まで使ってなかった選手を使えるんで、このなんかイーフトマンネリ化しないっていうところも僕はすごい好きなんでね、まあぜひ先週とちょっとメンツを変えて遊んでいくのはいいかなと。まあガチスカレベルで使える選手はだいたいこのぐらいですかね。さすがにこの辺まで来たらガチスカは厳しいと思うんで、だいたいこんな感じだと思います。まあエピックありだったらだいたいこんな感じで組みますかね。シュマイケル除いていつものワールドカップエピックのメンツとネイマールと入ったっていう感じですけど、やっぱ CF はねいつも通りこの2人使いたくなるし、でまあ左ハーフネイマールもそのままやし、まあここ3人はエピックなしと一緒ですね。まあディフェンスラインにはグバルディオル入ってちょっと富安さん外しちゃったっていう感じですけど、まあ富安さん入れるとしたらまあサリバと変えるか、まあベンチ枠できたら入れるかって感じですかね。やっぱグバルディオルはね左利きのセンターバックなんで、そこがだいぶ貴重なんですよね。まあ外せないんですよね最近は。ずっとでまあベンチはこんな感じですけど、まあレアオン、カカ、エンクンク、キエーザあたりはまあいつもと一緒かな。下3人が新しく入ったって感じで、まあ、やっぱエンソフェルナンデスとバレッラをもう買ってる時にね中盤2人ぶち込んじゃえば、フレッシュな中盤がいるとやっぱり守備もね安定しますし、守備固めっていう2人ではないですけど守備も固められる。でまあちょっとさっき紹介し忘れてましたけど、ハーランド、まあこれライブレのやつですけど、まあボックスもね多分あんま変わんないと思いますけど、左側に置くとねめちゃくちゃ強いですね。右に置くとどうしてもこう左にちょっと角度作って、そっからシュート打ったりしないといけないんですけど、左だったらもうこのまま縦に行ってファーに突き刺すみたいなシュートも決めれるんで、結構ハーランド使うなら左側がおすすめかな。まあ今週はだいたいこんな感じのガチスカでやろうかなと思ってます。では最後にちょっと1試合だけやっていきましょう。ではマッチングしましたということで試合やっていきましょう。調子は皆さん結構いい感じですかね。ディフェンダーだけはちょっと微妙ですが、まあこのままでいいですかね。ワイツさんのスカットは4123。では対戦よろしくお願いいたします。さあ442の強さ、ここでしっかりと発揮していきましょう。危ない。じゃあちょっとペドリが上がってますね。そうこのね442ではあるんですけど、ペドリはねやっぱ攻撃的な選手で、オフェ戦とかも高いからか結構ね攻撃の時はしっかりと上がってくれるんで、実質4132みたいな感じにはなってるんですよね。オッケー。まあジエリニスキの決定力もさすがでしたし、ペドリの上がりもものすごい良かったかなと思います。さあもう1点ぐらい取っていきましょうかね。前半2点取れたらまあいいでしょう。さあここネイマールで、はい、逆、あまたジエリニスキか、ダブルタッチかわせんかったけど、うわーまたかい。はいここパバールで取って、こっち使ってからこっち、めちゃくちゃ空いてるよ。さあこっちでムバッペ使ってもよかったけど、一回貯めてムバッペ完璧やね。で今回、はい、オッケー。まあ、ちょっとペドリで貯めたのが効いたかな。やっぱ4132みたいな感じにはなってますよね攻撃の時は。でも守備はマジで442の硬さはあるんですよね。ペドリが CMF にいるだけで全然違う。さあネイマール、はい、ブーオッケー。おっと切断ですかね。じゃあちょっともう一試合やるか。では2試合目行きましょうかね。調子はまあいい感じですね。じゃあアンカー抜きでバレッラ、ペドリで中盤やらして、ハーランド頭から行っちゃいましょう。ワイツさんのスカットは4123ですね。では対戦よろしくお願いいたします。さあいきなりピンチ、危ない。いや危ないですね。開幕は気をつけないと。さあネイマールでハーランド使って、ハーランド一人でドリブル行くか、多分無理やけど、負けるぐらいならまあ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 大丈夫。はいこれも大丈夫。おーすごいすごいすごい。あーこっちかわして、あー G だいいね。やばいちょっとサイド突破されちゃいましたね。これクロス怖いぞ。やっぱり大丈夫やな、まあ、ムバッペのインパクトクロスぐらいならいくら上げさせても大丈夫でしょう。あーでもえぐいとこ通っちゃった。あーこれは入ったわ、さすがにやられました。さあジエリニスキーでちょっと縦突破行こう。はい中切り込むと見せかけて、切り込むと見せかけてもう一回立て、でメッシ使って、メッシ使って下げて、あーじゃあなんでもうなんでペドリじゃなかった今もう。サリバで立て当てて落として、さあペドリでちょっとサイド使ってから、もうちょっとやめてよ。はいパバール、もう一回スルーパス、ナイスジェリニスキー。さあメッシ、あーここか、ここで、はいアーランド、オッケー。じゃあちょっとスーパーサブ入れますかね。まあだいたいこんな感じでいいですかね。ハーランド使いたいですけど、まあこれでいいでしょう。カカで、さあめっちゃいい抜け出ししてる。誰やこれ、誰や、エンソベルなんですか。ちょっと使ってあげたかったな。まあさすがにちょっとマーク見られてたから無理やったけど、はいここもう一回ワンパで、あー完璧。いやーめちゃくちゃ上がってくるねエンソベルなんです。はいバレッラしっかり取って、ナイス。はいここつけて逆まで持っていきたいね。さあエンソフェルナンデス多分スルーパー持ちやったでしょう。ちょっとスルーパス出せんかったけど、さあキエザで、これもキエザで突破いけんじゃない。いやもうキエザ強すぎやろマジで。はいここ、はいナイス、コンカ、あーキーパーいいね。はいはい細かくつないで、
ここスルーパスでしょ。いや、完璧。あー、もうなんで流れんの。まあ、勝てたんでいいでしょう。まあ、こんな感じで、まあ、今週はこの4-4に使ってレート上げしていこうかなと思います。まあ、ぜひ今回紹介したね、ライブアップでいい選手を、ちょっと参考にしていただければいいかなと思います。で、他にもね、強い選手今週いましたら、ぜひコメント欄にて教えてください。それでは今回、これ動画の方終わっていこうかなと思います。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。